再開発される予定の場所ですね。ここはもう将来的にはですね、再開発されてなくなっちゃうところですね。ちょっと歩いていきましょう。ちょっと一回下下げます。一回下げまして、ちょっと行きましょうか。でこっちの方もやっぱね、なくなっちゃうんですよね。ここら辺は全部ですね、撤去されて、新しいですね、町に生まれ変わる感じの場所なんですけども、ちょっと一旦西日暮里公園、これ久しぶりですね。ちょっと行きたいと思いますけども、久しぶりに来たかな。久しぶりに来たけど、これは東海まで混んでんな。桜が綺麗に咲き誇ってますね。でっかい桜の木があります。こんな感じですね。でっかい桜の木がありますね。一旦これで行きましょう。ありがとうございます。はい、西日暮里公園からですね、後半戦ちょっと行きますか。西日暮里公園はですね、結構ですね、地味な公園なんですけども、まあ、ちょっと憩いの場というかですね、ちょっと散策じゃないですけども、休憩できるようなスポットであるんですけども、でもね、バカみたいなですね、タバコ吸いがね、ちょこちょこいるので、そういうやつはですね、全然やっぱりね、タバコっていうのはね、煙が避けてね、吸おうが、まあ風でね、舞ってくるんですよね、タバコっていうのはですね、煙は。だからもうやめてほしいですよね、こういうところで吸っちゃいけないっていうこと書いてありますからね。この花も綺麗ですね。
まあちょっとこっち行って後半戦行きましょうか。岸田総理の母校ですね。ちょっと向かいましょう。こうやれば映らねえな。よいしょ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 。岡山通りに書いてありますね。西日暮里駅前歩道橋道岡山通り荒川区西日暮里3丁目ですね、こういう感じですね。ちょっと行きますかね。これ海星高校ですね。もうあの全世界の中枢を握るですね学校。これ道岡山通りですね、皆さんね。スタイルがあるんですよね。もう、あの、もう、ここのメーカー、あの、ここっていうかですね、今みんなデジタル化してるんですけど、なんとか生き残ってるこのツタヤ、頑張っていただきたいんですよね。私みたいなんですね、おっさんみたいのはよく愛用しますね、このツタヤですね。CD、DVD って書いてありますね。よく借りましたよ。カセットテープですね。そっちポポとかやってますけどね、やってないですね今日は。通りてきて道岡山通りですね。こう降りてきました。ちょっと行きましょうか。ここら辺がですね、もう令和10年にはですね、地上47階、地下3階かな、もう大都市構想という形で、ちょっと再開発の場所なんですよね。なんで今後はガラッとここら辺は一変しちゃう場所ですね。まあ時代の流れなんでしょうがないですけどね。ちょっとね不便なんですよね。トレイライナーから日暮里行くやつがですね、かなり不便でできてるんですよ。姿を消す場所ではありますね。将来的にもう近い将来ですね、これはもうなくなっちゃいますね。なくなってしまいます。何歳になるか27。ここじゃ分離。なるほど、ちょっと放射分離のところ信号が変わってよいしょ。まっすぐ行きましょう。ま
っすぐ真っ白いですね。ここら辺一帯がね全部変わっちゃいますからね。ぜひ皆さんもですねちょっとこの目に焼き付けておいていただければと思いますけども、ここら辺が全部なくなっちゃいますからね。ここら辺も再開発で全部なくなっちゃいます。ここら辺も全部なくなりますね。はい、じゃあ日暮里公園からぐるっと回ってきましたね。はい、じゃあこれ終了ティングしたいと思います。はい、おはようございます。まあ、こんな感じですね。上がってです。